さん、こんにちは。先日の結婚式に出席していただき、ありがとうございました。ゆいちゃん、こんにちは。こちらこそ素敵な結婚式ありがとうね。まさか弟の結婚式ね、大号泣すると思わなかったよ。原田くんのお家は、家族皆さん仲いいですもんね。素敵な新郎一家だって皆さん言っていましたよ。そう言われるとなんだか照れるな。でも私実はがっかりしたことがあるんです。え？あのミオさん、こんなこと聞くのは失礼かもしれないですけど、ご祝儀の金額もしかして間違えてませんか？ご祝儀の金額？ちゃんと考えて出した金額だよ。二人の新婚生活のためにドドンと使ってほしいな。すみませんミオさん、だとしたらこの金額ってあんまりだと思うんです。こんな少ない金額で新婚生活のために使えたなんて。ミオさんってもしかして私たちの結婚に反対なんですか？ちょっと待って。もしかして誰かのご祝儀と私のを勘違いしてないかな。そんなこと言われるような金額は入れてないつもりだよ。失礼ですね。ちゃんと確認しましたよ。ミオさんのご祝儀袋にはたったの100万しか入っていませんでした。え？それだけ入ってれば十分じゃないの。何言ってるんですか？全然足りないですよ。ミオさんは新田くんの姉ですよね。大切な弟が結婚したのに、ご祝儀100万だなんてケチすぎです。6万のご祝儀がケチですって？ちょっとゆいちゃん、あなたってもしかしてご祝儀の相場を知らないの？知ってるに決まってるじゃないですか。友達の結婚式には3万円ぐらいが妥当なんですよね。でも家族からはそれなりの金額をもらえるって聞きました。そこは各ご家庭の状況にもよると思うな。でもその中から姉から100万だなんて珍しい方だと思うんだけど。確かに普通のお姉さんからだったらそうかもしれませんね。でもミオさんは年収2000万の高収入じゃないですか。え？新田くんからよくミオさんの話は聞いています。超大手企業に勤めていて役職もある尊敬する姉だって。それで弟の新田から私の年収も聞いたってわけ？そこら辺はネットで調べました。ミオさんの年齢とその役職だと年収2000万はあるって書いてました。そのネットの情報を鵜呑みにしているの？でもあながち間違ってはいないですよね。残念でした。私の年収は今3000万です。え、そんなに稼いでるんですか？そんなことはどうでもいいのよ。それよりもご祝儀の金額にケチをつけるってありえないわ。ゆいちゃん、とっても非常識なことをしてるってわかってる？何言ってるんですか？非常識なのはそんなに稼いでるのにケチなミオさんの方ですよ。何ですって？年収3000万なら景気よく1000万くらい出せませんか？ケチ臭いご祝儀なんて私たち失礼ですよ。1000万も？それぐらいミオさんなら簡単ですよね。たった100万ポッチなんてケチすぎですよ。いや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 、ゆいちゃん、あなた100万円の価値を分かってる？これポッチって言えるような金額じゃないわよ。庶民の私には大金ですけど、稼いでるお姉さんからしたらはした金ですよね。え？私ミオさんがたくさん稼いでるってして期待してるんです。これ以上義前の私をがっかりさせないでくださいね。あの、期待ってどういうことかしら。そんなの毎月の援助に決まってるじゃないですか。年収3000万なら月30万くらいは簡単ですよね。月に30万円も？まるで大金みたいな驚くのやめてくださいよ。ミオさんにとってははした金じゃないですか。いくら私がお金を持っていても金銭の価値は変わりません。弟夫婦に月30万も援助なんてとんでもないわ。それじゃあ私たちに毎月援助してくれないんですか？するわけないじゃない。弟だってしっかり働いてるし、お金には困っていないでしょ？それなのになんで私が援助しないといけないのよ。理由なんてなくてもいいじゃないですか。金のある姉なら私たち弟夫婦に貢ぐべきですよ。なんですって？私、これから買う予定の家も家具家電も全部ミオさんに出してもらおうと思ってるんですからね。まさかそれも払わないなんて言わないですよね。そんなの1円も払うわけないじゃない。夫婦の買い物は夫婦2人で出し合いなさいよ。年収3000万もあるならいいじゃないですか。ケチケチしないで可愛い弟夫婦に出してくださいよ。はぁ？年収3000万あるならいろいろ買えますよね。弟夫婦にマンション買ってあげることも簡単だと思います。あとは子供が生まれたら高級ブランドのベビー服。子供はたくさんお金がかかるって聞くんで期待してますよ。ちょっと待ちなさい。ゆいちゃん、あなた一体私のことを何だと思っているのかしら。お金持ちで羽振りのいい技師です。は？そんな姉が弟に援助するのは普通のことだと思います。だからご祝儀も本当なら数百万は出すべきだと思っています。
まあ今回の足りない分は今度別の形で出してもらいますけど。そう、あなたは私のことを ATM だと思っているようね。そんな風には思っていませんよ。私はただ常識的に考えて、姉は弟夫婦を援助すべきだと思うんです。お姉さんは年収3000万もあるんですよね。それなら姉としてご祝儀1000万は普通出すべきですよ。なら本当の姉でもない私はご祝儀0円が妥当かしらね。え、ゆいちゃんは普通が大事な人なのよね。なら他人が100万も出すなんて普通じゃないから取り消すわ。弟に話してご祝儀は返してもらいますから。姉でもないってどういうことですか。他人って、え、ミオさんは新田くんのお姉さんですよね。一応戸籍上はね。でも私たち本当の兄弟じゃないから。え、弟の新田は養子なの。うちの両親の子供じゃないわ。え、何ですかそれ。そんな話聞いたことないですよ。みたいだね。でもこれが事実だから。そんなこと言われても信じられるわけないじゃないですか。新田くんとミオさんは他もそっくりですし、血が繋がっていないなんて嘘ですよ。血は一応繋がってるわよ。だって弟の新田は母の姉の子供なんだもの。え、実は新田の本当の両親は事故で亡くなってるの。そこで小さい新田を姉夫婦が引き取ったってわけ。それはマジでマジの話なんですか。新田くんが養子だったなんて。マジでマジの話です。でも私彼から一言も聞いたことありません。普通は結婚した奥さんにそういうことも話しますよね。ゆいちゃんの普通を絶対ルールにしないでくれるかしら。え、養子のことを話す話さないは弟の新たな自由でしょ。誰になって彼女にも妻にも言えない過去の一つや二つはあるでしょうし。はぁ、あ、そんなのへりくつですよ。そんな重大事故を秘密にしていたなんて。じゃあ逆に聞くけど、打ち明けていたら何か変わった？え、養子のことを知ったからといって何かは変わるのかしら。ご祝儀に100万くれてありがとうって言ってくれた。実の弟でもない弟夫婦からありがとうって感謝されたのかしら。それはその多少なりは感謝していたかもしれないっていうか、私は新たなことを本当の弟のように思っているわ。だからお祝いの気持ちを表すためにご祝儀を奮発したの。でも本当の兄弟でもないのにお祝いするのは普通じゃないわよね。違うんです、そんなことはありません。養子とも仲が良くてめちゃくちゃ素敵な関係だと思います。これからは私のこと義士だと思わなくていいわよ。それじゃあね。ミオさん助けてください、お願いします。どうしたのかしら。もう新田くんに連絡したんですよね。ご祝儀を返金してほしいって言ったんですよね。ええ、ゆいちゃんの普通に合わせたいって事情を説明したの。新田くんめちゃくちゃ怒ってて離婚切り出されたんです。姉に失礼なことを言う人は許せないって。あらあら、結婚して数日で離婚だなんておめでとう。めでたくない。一体どうしてくれるんですか。離婚届は叩きつけられるし、ご祝儀全額返金するから金出せって言われたんですよ。え、全額返金するの。ご祝儀をいただいて数日後に離婚するんだから当然の筋だって。皆さんの気持ちを踏みいじったんだから返金が妥当だって。さすが私の弟ね。義理人情に熱いところが自慢の弟よ。その義理人情のせいで私は大ピンチなんですよ。私は絶対に離婚なんかしたくないんです。だからミュウさんが、お姉さんが助けてください。私が、私はこんなことで離婚になるなんて嫌ですし、一度もらったご祝儀を返すなんてもっと嫌。もうこれは私のお金なんです。絶対に返したくありません。あなたね、子供じゃないんだから。うるさい、これはもう私のお金絶対に渡しません。っていうか結婚後数日で離婚とか恥ずかしすぎて無理です。友達に笑われちゃうじゃないですか。しかも離婚理由は自分にあるしね。うるさいですよ。いいから早く義士として弟夫婦のピンチを助けてください。離婚したら一度もらったご祝儀を返さないといけないんです。100万円待ってます。え、あの弟夫婦に離婚させたいんですか。あなた姉ですよね。普通こういう時姉として引き止めてくれますよね。ごめんね、私普通の姉じゃないからさ。え、だから弟にはこんな人とは一刻も早く別れてほしいと思っているの。離婚届叩きつけられているのよね。さっさとサインしてほしいわ。待って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 、ミオさん私を見捨てるんですか。自慢の弟が結婚したんですよ。お嫁さんに選ばれた人を見捨てるって言うんですか。誰にだって間違いはあるわよね。私との結婚が間違いだったって言うんですか。少なくとも弟はそう思ってるみたいだね。だから離婚届を叩きつけられたんだし。嫌です、絶対離婚なんかしたくないです。私はただお金持ちの義士が
離婚理由だってまだわからないの？とにかく私に泣きついても遅いわよ。すでに弟から100万の返金があったしね。原田くん対応早っ。返金のお金はきっかり折半にするって言ってたわよ。よかったわね、全額負担にならないで。折半？ご祝儀だけで300万は集まったからその半分、150万もこの私が払うってこと？算数ができて偉いでしょね。バカにしないで。じゃあこれ以上バカにされないためにも誠実な対応お願いね。それじゃあ短い姉妹期間だったけど元気でね。その後二人は話し合い、養子のことを話していなかった弟にも責任もあるということで、なんとか離婚は回避したそうです。ですが弟から、姉には今後一切近づくな、両親にも養子のことで失礼な言動したら即離婚という条件を突きつけられたらしく、それ以降はおとなしくしています。私へのご祝儀の返金は迷惑料ということで受け取ってほしいとのことでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。